洞窟が食料庫になってんのか。でもよ、比較的浅めの洞窟のせいか、そこまで温度は低くねえ。食材の保存に適してるとは思えねえが。それは大丈夫だよ。ほら、冷蔵庫があるんだ。文字通りの冷蔵庫じゃねえか。なんでこんな場所にあるんだよ。前は考えもしなかったけど、きっとネモさんが作ってくれたんだと思う。サンジさん、好きなだけ持っていって。お肉もお野菜もいっぱいありますね。これだけありゃルフィも満足させられそうだ。ありがとな、ピノ。酒はねえのか。あー、ごめんね、ゾロさん、僕お酒は飲めないから。そりゃそうか。さあ、とっとと食料を積み込んで戻るとしよう。になるんだよ。サンジさん、どうしましょう。この辺りはあまり知らない場所ですし、早く探しに行かないと。心配する必要はねえよ。迷子なんてない、いつものこった。でもよ、ゾロのやつ、毒花のせいでおかしくなっちまったこともあるし、心配だぜ。はい。それ以外にも、未知の魔物とか、いるかもしれませんしね。あいつがいくら抜けてようが、ここがどんな場所かは理解してんだろう。同じ鉄は踏まねえだろうさ。サンジさんが落ち着いていられるのって、やっぱりゾロさんを信頼しているからなんですか？は？信頼だ？ルリアちゃん、それは誤解だ。あのアホのことは放っておけばいいと思ってるだけで、そこに信頼なんざ。ルリアさん、僕もそう思う。待て待て待て、勘弁してくれ。なんでそうなるんだ。だってゾロさんを信頼してるから。抜けてるとか放っておけばいいとか冗談を言ってられるんでしょ。そんなキラキラした目で見つめるんじゃねえよ。俺がマリモ剣士を信頼してるなんて思われるのも我慢ならねえが、今ここで冒険に憧れるピノの思いを無下にするのは野暮ってもんか。
とにかく俺はあの迷子マリモを探しに行くから、ルリアちゃんたちは先に戻っててくれ。迷子マリモ？ん？私気づいちゃいました。ルフィさんたちは皆さんとっても仲良しですけど、お互い名前で呼び合ってますよね。それなのにゾロさんのことだけをあだ名で呼ぶってことは。サンジさんとゾロさんは親友なんですね。俺とあのマリモが親友だ。うんうん、僕もそう思う。いや、迷子マリモってあだ名っつうか悪口じゃねえか。ううん、そんなことないって。親友だからこそ呼べるあだ名に違いないよ。本で読んだ冒険者さんたちみたい。ほんと憧れるな。親友だ、こりゃ参ったぜ。なあサンジ、大丈夫か？めちゃくちゃ顔引きつってんぞ。ビー、ひとまずここはな。迷子マリモって絶対悪口だと思うんだけどな。ねえ、みんなでゾロさんを探しに行こうよ。その方が早く見つかると思うんだ。そうですよね、私たちも手伝います。あいつらどこ行きやがったんだ。迷子か、世話が焼ける。おお、うまそうだな。ついでに買っていくか。威勢がいいじゃねえか。てめえらまとめて沈めてやる。一刀流360ポンド砲。どこに行っちまったんだあいつはよ。迷子になってもこうして探してくれる仲間がいるんですもん。ゾロさんも安心ですよね。ルリアちゃんみてえに感謝してくれるんならいいんだけどよ。あいつは俺たちの方が迷子になったと思ってるだろうから、たちが悪いぜ。ピノ、どうかしたか？
ううん、ただ旅の仲間っていいなって。わかるぜその気持ち。ああ、仲間がいることで冒険ってのは何倍も楽しくなるもんだからな。ねえ、気空団ではどんな風に素敵な仲間たちを見つけて一緒に旅するようになったの？見つけたっつうか、なんつうか、悪い奴らに追われるルリアたちを助けて一緒に旅することになったのも、ソーダ氏を探す中でラカムと出会って聖少獣のティアマトと戦ったのも、本当予想外の連続だったんだぜ。へえ、今度じっくりと話を聞かせてほしいもんだな。でも思い返してみると、なんだか自然と人が集まっていったような気がします。自然に？もちろん船に乗る理由は人それぞれだけどよ、馬が合うっつうか波長が合うっつうか、まあそんな感じだな。俺たちも気空団と大差ねえよ。それぞれが夢や野望を掲げちゃいるが、一人一人が船長であるルフィを信頼してるからこそ今があるってな。信頼か。この大騒ぎは迷子マリモに違いね。え、この音、ゾロさんが？ピノ、遺産の海はどっちだ？あ、うん、この道をまっすぐ行けば砂浜に出られるよ。さて、迷子をお迎えに上がるとするか。危ねえ！スカイウォーク！ふう、ルリアちゃん、どこも濡れてねえか？礼には及ばねえよ。で、お前らも問題ねえな。びしょ濡れたいっつーの。つーか、今のは一体何事だ？やっぱりてめえの仕業か。おい、遺産がルリアちゃんにかかったらどうするつもりだったんだ、こら。ええ、
なんだお前らか。どこをほつき歩いてたんだ。心配させやがって。はあ？迷子の自覚なしかよ。サンジの言った通りだぜ。そんなことより、どうだ、うまそうな魚を買っといてやったぞ。うわー、大きなお魚さんをこんなにたくさん。ゾロさんすごいです。この迷子マリモが自慢げにふんぞり返りやがって。サンジさん。なんだ。森の中ではバッシャーンっていう、なんかすごい音しか聞こえなかったのに、なんで遺産の海にゾロさんがいるのが分かったの？ああ、そりゃ簡単な話だ。騒ぎの渦中にはルフィかマリモがいるもんさ。うるせえぞ車湯。だとこら。なんだか楽しそうですね。ああ、僕もいつかこんな風に本音でぶつかり合える親友を見つけたいな。さっきはあえて言わなかったが、ここはきちんと誤解を解いておいた方が良さそうだな。な、二人とも聞いてくれ。あ、おい、猿の奴らがイカダの魚を狙ってるぜ。この野郎。みんな逃げ出しちゃいました。俺が追い払った。俺が蹴散らしたんだよ。びっくりするぐらい息ぴったり。さすが親友同士だね。そのなんだ、さっきは否定するタイミングを失っちまってたから、今改めて言うぞ。俺はこのマリモとは親友でもなんでもねえ。そりゃ俺のセリフだ、アホこっけ。お前と親友だ、こっちから願い下げだ。思いっきりぶつかり合えるって素敵だな。これぞ親友って感じ。なんだか羨ましいですね。よし、ルフィたちのところに戻るぞ。ついてこい。バカ野郎、先に行くんじゃねえ。また迷子になったらどうすんだこら。やっぱどう見ても親友なんて間柄じゃねえ。
犬猿の仲ってやつだな、こりゃ。でもそうは言ってもよ。